今のは一体。梶原という男が我が館に刺客を放ったことが分かった。やつも犯人の一人だ。梶原の家はこの近く。坊主が場所を知っておるが口を割らぬのだ。それでは私が聞いてみましょう。純真、無事で何よりだ。酒井様もご総見で。梶原というものを探しておる。居場所を知っておるな。雅子様はひどくお怒りのご様子で、あやつを殺めるのではありませんか。足立家を襲った連中とつながっておる証拠があるのだ。まさかあの梶原が一介の心優しき漁師でございますよ。雅子様は我をお忘れなのでは。純真、話をするだけだ。本当にお話をするだけならば。道沿いに海へと進めば浜に梶原の小屋があります。それで道沿いに浜へ参ります。世話になったな坊主。幸あらんことを雅子様。いかにしてあの堅物から聞き出したのだ。私の言葉には頑として耳を貸さなかったぞ。あなたを恐れておるのです。恐れる？なぜだ。時にいたけだかかと。なんだと？責められる覚えはないぞ。梶原の正体は残虐な男。かつては館の下男でな。有能ではあったがいかんせん君近であった。大目に見てやったものの影では己の妻と娘に手を挙げておったのだ。外道めが家族に害を加えるとは。即座に館から追い出し、その妻子を我が家でかくまうことにしたのだが、翌日には夫のもとに戻ってしまった。人は変わりません。期待したとて裏切られるだけです。いや、この道を進めば浜に着く。見つかるのは避けたい。馬を降りるぞ。慎重に進みましょう。梶原なら家族を盾にしかねません。あれが梶原の小屋でしょう。猛虎がおりますな。一家全員すでに殺されておるかもな。もしくは逃げ延びたか。行きましょう。加減はせんぞ。
猛虎は全て仕留めた。一家は小屋におるやもしれません。真新しい布ではない、絹だ。一介の漁師が買える品ではないぞ。刃が血に濡れておる。猛虎の表具ではなさそうだな。漁の道具です。梶原の妻子に相違ないかと。いずれこうなると思っておったわ。猛虎が殺したのでは。ならば梶原の骸はどこだ。ここに足跡が外へ続いておる。梶原のものやもしれません。一人で逃げおったか。足跡を追いましょう。梶原か。雅子様、猛虎に襲われ妻と娘が。よくもぬけぬけと。お前が殺した。頼まれたのです。猛虎に殺されるよりは救いがあると。おのれ。ジェン、一族を殺めるため館に刺客を送ったのはお前だな。主の名を言え。答えれば楽に殺してやってもよいぞ。おのれが妻子にしたようにな。あのお方は分かってくださったのだ。何を分かってもらえた。あんたのせいで身を滅ぼし、家族を食わす銭にもなくなり、路頭に迷わざるを得なかったことを。あれ以上は聞くに堪えん。全て出任せでしょう。身を滅ぼしたこと以外はな。貞男を見ておる気分であった。犯人どもは遺恨から館を襲ったようです。深い恨みを抱く武士が率いておるようだが、全く心当たりがない。突き止めねば。よし、そら。